シンプルに決まるんだけど、このゲーム飽きないあのね、飽きた時期もあるけどね、飽きないね。このゲームって、あの、このゲームってより、飽きない理由がいくつかあって、飽きない理由がいくつかあってさ、このゲームってさ、ゲームが2個収録されてるようなもんなわけよ。サバ飽きたらキラーやったりしたんだけど、キラーとサバってもう別ゲーじゃない。2個のゲームが1つにまとまってるみたいな感じだから、 まあまあ、飽きにくいよね。一個のゲームより。あと、他にない DVD の、この、楽しさを味わえるゲームが。FPS って、FPS いろんな種類あるけど、やっぱ DVD みたいなゲームって他にないから、なんかちょっと飽きて離れてもね、なんかね、久しぶりにやったらやっぱ面白いんだよね。飽きる時期あるけど、なんか戻ってくる俺は。 その戻ってくる理由の一つの中に、やっぱりやり込んでるから、このゲーム。ちょっとやんなくてもうまくいくんだよね。なんか、うまくいくのって楽しくないゲームやってて。FPS もそうだけどさ、打ち合い強かったら楽しいじゃん。それと一緒で。やっぱり、やってなくても、やってなくて、やってなくてもっていうか、うまくいくゲームはやっぱ楽しいよね。やり込んでるから、 多少やらなくてもうまくいく。あとは、やっぱやること決まってないのがでかいよな。自由度が高いから。どんな遊びしてもいいしね。正直。さあこのゲームさ、発電機回してさ、キラーから逃げてさ、出るだけじゃないじゃん。アーカイブだったりしさ、まあアーカイブ僕はやってないですけど。やっぱりこう、なんだろう。カジュアル要素が強いから、ね、発電機回せよとかさ、お密すんなとか、 よく言うけど、みんな。いろんな楽しみ方あるしね。こうやってね、都会の逃走術とかスープーつけたりしたりね。ちょっと隠密気味に立ち回ってみたいね。なんかいろんな遊び方ができる。やっぱ飽きないね。このゲーム飽きるパターンって、まあ、いくつかあると思うけど、他のゲームにハマるとかもあるけど、その中の一つのさこう、キャンプとかトンネルサイト面白くないみたいな。すぐ病、 その病気でやられて、トンネルされて面白くないみたいのがないから、僕は。生ストレスも少ないんだよね。やってて。飽きないは嘘だけど、飽きたことあるから、なんか戻ってくるな。なんだかんだ言って。